体になるんです、うん、なんか疲れたなと思っても少しストレッチやればもう痛いのなくなっちゃうんですよ。それがちゃんとストレッチができている体なんです。今日よく見てて、股関節周りの筋肉だとか下っ腹に対して僕が伸ばしたりしてると結構腰痛がなくなったというか、それからまあほとんど腰痛に悩まされなくなったので、肩の位置とか、まあ、肩の位置とか肩甲骨の位置ですね、正常の位置に戻すことによって肩こりが軽減できたりとかすると思うんですよね。お尻、まあ、もちろん前の方も前の使い出し症候群なんかもそうなんですけれども、そこら辺の、筋肉の硬さっていうのが、はい、骨盤の位置関係の影響を持たせて、そういうところをストレッチしておくことが、そうだよ。そう、これね、猫背の人が腰でねじっちゃう。ここで姿勢が S 字になってると正しいここからねじれるっていうことが1ね。これは物理的な原因。調べたらストレッチ専門店というものがあるみたい。これはいいなと。あれ待てよ、ビジネスとしてのこれは広めていったら面白いんじゃないかっていうことで、